北畠境軍は、室町時代中期の苦行。県大納言、聖二位。伊勢国市北畠家の第四代当主で、伊勢国の守護大名でもある、北畠三政の子。父が戦死した時は7歳と、まだ幼少であったため、叔父の大高知県宮城が政務を代行していた。夏吉元年、19歳で、伊勢国市となり、将軍の足利義吉則から一時を賜って、 教具と名乗った。同年、吉則が暗殺される事件が起こると、その首謀者の一人で、伊勢国に逃亡してきた赤松和康の保護を拒否して、自殺に追い込み、幕府に教授も誓った。文案5年に、長野市と所領を巡り合い戦を行っている。法徳3年に聖4位、参議に除任。翌年正月には、十三位に除任。京徳2年に、聖2位に除任。 高尚2年3月に、県中納言に除任。長六2年には、ジュニーに除任する。王仁元年の王仁の乱では、北畠家は当軍に就いたが、教具は足利義政から上落を許されず、山和国長瀬寺にいて、落中の戦闘には参加していない。同年8月に在京していた一族の木造教親を通じて、伊勢に亡命してきた足利義美を保護するため、 九月六日に長谷寺を離れ、伊勢に御所を作っている。応仁二年二月、伊勢守護は、西軍の一式吉直であったため、東軍の時正康が、新たに、伊勢守護に任じられて、伊勢に攻め込んだ。同年四月、上落の直書が届いたため、足利義美は、入を立った。義美と京具が平尾に着くと、伊勢、伊賀の国人が、ことごとく志向したが、時正康は背いたため、 林崎、若松、柳、楠原の諸城を攻め落としている。文明元年8月に、県大名後に除任。文明2年には北上し、三重軍、友も軍にも進出した。文明3年3月23日、伊勢で死去した。去年49、死因は晴れ者であったようである。あと、着難の聖部が継いだ。ありがとうございます。